はいどうも、タクタクです。いじめっ子虐殺ゲーム。トゥルーエンドを目指していきたいんですけども。何やら、いじめっ子を倒さない、殺さない、ようななんか、ことをしていけば、違うエンドも見れるということみたいです。なのでちょっとそれを、どうなんでしょうね、これは。途中から、初めからやっちゃっていいのかな？まあ、この感じでだから始まりますよね。これで多分許せばいいんですよね、いじめっ子。とはいえちょっとクラゲに話しかけて、どうなんだろう。まあでも適当にどっか、あ、それこの、まだ調べてないところがある。ああ、これね。どうやって私がここに来たのか、ね、覚えてない。はい。脱出の、これとかも使って、あ、道に迷ったら自分の、はい。ふいちゃん、オッケー。もう、このどんどん飛ばします。飛ばしつつ、あ、ここ、お前、あっち行ったやん。なんでこっちにいんだよっていう、疑問がね、一回やったからね、なんでかはわかりましたけど。どっから行こうかな。まあ、どこでもいいんだけど、まあ、こ、同じ順番で行くか。まあ、同じ順番で行くか。決め、城、妃、美の世界。ここもさ、迷路とかあるでしょ？アクションって何言ったんでしょうけどね。あ、よく見たらここ、ふーちゃんがいる。こいつらは何？返していけばいいわけ。いや、こういうのもね、ちゃんとやりたいはやりたいのよ、本当は。アクション。謎解きの方が早かったりして。なんか謎解きでここ行ってないんだよね、何気に。あ、ここ何？あ。ついちゃった。ついちゃったよ。もうこう上書きでいいや。これで、まあ、ふーちゃん話しつい、話していって、恋愛の部屋。で、ここ、開けますよ。で、この辺の話はもう、団体って、俺の好きな実況者さん。だいたい飛ばしていきますね。で、こいつを許せばいいんでしょ。はいはいはい。これ許したらさ、死ぬんじゃないの。でも、うん、一度も一回相談しつつ、でもこの嫌な記憶が蘇るけど、本来ならもうこいつはぶっ殺そうぜという気持ちになる。それが人の心であり、醜いところであり、負の連鎖から抜けられないという、そういうところですね。まあ、いじめる側が悪いと思いますけど、もちろん。わがわがやばい。で、これで、はい。まあ、許すにしようだから、ここを許す。確かに学校でひどいことされたけど、いや、今は命がかかって、ここは協力し出しないと。あらあら、まったく、大変なことになりましたわね。これ聞いたことあったっけ？早く協力して、脱出いたしましょう。うん。キサキは平然と落ち着いた感じで私に言った。学校で私にひどいことしたくせに、また完成してないみたいだった。分かってると思うけど、このゲーム結婚を5回繰り返せばいいだけだけどね。そうすればお互いプラス5点で2人同時に出しすぎる。キサキもルールは大体理解しているみたいだった。で、どちらが女役になるかだけど、私が女役でよろしいかしら。女役の方が有利だ。男役の場合、女役に裏切られると負けてしまう。
つまり相手のさじ加減一つで死ぬ危険性がある。心配だから誰だってもなくやりたいと思うはずだ。でもここで言い争うのは良くない。このゲームお互いの信頼関係が何よりも大事なんだ。いいわよそれで。じゃあ始めましょう。私は仕方なく男役を受け入れた。受け入れた以上相手には逆らえない。相手の機嫌を損ねたら殺される危険がある。ゲームは開始された。さあこれでどうなの。私は男好きの組み合わせ、奇跡は女好きの組み合わせ。2人は性別と気持ちのカードを、判別機の上にセットした。告白タイム。私はボタンを押した。結婚成立です。お2人に1点ずつ加算します。おあと4回進めばいいわね。はい。そして5回目。次5回目で。ところでクリア後の扉はどうするの。どっちが赤い扉に進むの。それは終わってから決めましょう。ほう。本当は事前に決めておくべきだと思うけど、なるべく争いはしたくないので、キサキの言葉に従った。告白タイム、うん、お結婚成立。おおちゃんと10点になった。ふうクリア。なんとか一区切りできた。あとはどちらの扉に進むかを決めるだけ。では私が赤い扉へ進みますわ。なんでやねん。キサキは当然のように赤い扉に歩みを寄った。ちょっと待ってよ、公平に決めようよ、じゃんけんとか。はぁ、キサキの表情が急激に変わった。わかった、私から男を奪っておいて、さらに扉の権利まで奪おうっていうの。そのこいつなりの逆恨みみたいなことはまだ生きてたわけな。いや、あの男とは付き合わなかったし。私あの後もう一度告白したのよ。なんでいけると思ったんだよ。昇進だからかい、男が。それでもダメだったんだから。え、そんな簡単なもんじゃないでしょ、恋愛って。ダメだったんだ。キサキも一途なんだな。まあ、見方を変えるとね。扉ぐらい譲ってくれたっていいじゃない。やりまんのあなたに。やりまん言うな。こっちの道がお似合いよ。キャ。キサキが何かの瓶を投げつけてきた。これって化粧品か何かの瓶か。さようなら。やりまんさん。そんな。扉についてもっと最初に詳しく相談すればよかった。私が弱気なせいだ。諦めずに交渉すればよかったんだ。もっと勇気があればよかったのに。はあ。なるほどね。でこのまま進むと、話しかけてみようか。何よ、殺してでもここを通る。やめとけ。じゃあまあこれでいきますか。両者勝利で青扉を選択しました。得点として1ポイントカード。おおおっと、いやクラゲだよ。そういうことね。ポイントはこうやって手に入れるわけね。で俺何て言う、棍か。なるほど。だからこういうのをどんどん繰り返していけばいいのね。いやー、皆さん、目指すはマシンガンですよね。どうっす刀。刀グロそうだなー。マシンガンはまだちょっとね、まあ、数発で死ぬかな、だけど、刀はやっぱりね、いろいろもげたり血入れたりとかしそうですよ。ヌンチャックか。使いこなすのが難しい。木でできた棒。だが扱いやすい短剣、当たると強力斧、切れ味が鋭いハンドガン、小型の銃、連射が可能な銃。まあ、初心者が使ってもなんとかなりそうなのがハンドガンな気もしますけども、ただ当たりにくいといえば当たりにくい。もうそうそう実は当てられるもんじゃないらしいですよ、ハンドガンっていうのは。よっぽど至近距離でもない限り。でも至近距離だともみ合いになったらあれだしな。ただまあそうなるとやっぱマシンガンなのかなとか思っちゃいますけども、まあ。じゃあちょっとこれをだからあと6ターン繰り返していきますか。まあサクサクいきましょう。じゃあさあこれで全員の扉が終わりました。私は何を選択すればいいのかな。私はマシンガンを買おうと思います。あ、なるほど、装備しましょう。マシンガン、これでどうなることか。
最後の世界。ショーケースに大きな宝石が飾られていた。わー、すごいね。おお、何このエピソード。これ大人しか買えないんだって。これがあれば誰でもやっつけられるね。カズちゃん、これはフーちゃんか。勇者の剣だね。勇者の剣。いつか悪い奴が現れたらこれを買って戦おうね。これがあれば誰にも負けないよ。包丁がね、あれば。そうだね。私がピンチの時はこれを買って私を助けに来てくれるの。おお、いいぜ。もちろんだよ。昔の記憶だろうか。どうして誰も殺さないの。お、大丈夫。最強の武器をプレゼントするね。お、勇者の剣。見た目はただの包丁だが特別な思いが込められている。93 いやでもどうなのこれは。こっち、あ、こっちできないのか。え、待って、マシンガンは。いや、クラゲだよ。もうどうなんだろう。まあ、進みますか。本当にいいよ。うん、真実の思い出を再生する。はい。ああ、これか。まあ、これちょっと飛ばしということで。これ見ないで行ったらどうなっちゃうのかなっていうね。なんかすごい確認されるな。あ、全員いるよ。生き残るのは一人だけです。一人になるまで戦ってください。ポイントで武器を購入できます。何よなるほど。あ、いけんの。いいえ。もう殺してきます。キャー。あ、死んだ。イエーイイエーイオーケーイ。はい、シャーイ。はい、ヘイヘイ。はい、オッケーイ。はい、ジジイ。ということで全員殺しました。ダメだよね。ダメな人やな、これ。じゃあ、いきますよ。本当にいいです。はい。全部、やりましたよ。お！え、これ一緒か？もしかして、エンド的には。どうなの？全員生還が正しいエンドなのでは。立ち向かう勇気。ここが最後の部屋。何もない。おめでとう。うん。あとは。やっと思い出してくれた。あとは死んだはずでしょう。あ、まあまあ。最後の思い出を。うん、ここは、花、見ていないけど、今はここ花、うん、これどうなるんだろう。まあ同じだな、トーク的には。ててててててて、てで、この二人もこれ同じエンドの可能性。結局全員殺したから同じかも。入っちゃった。はい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 。あー、一緒かも。あー、一緒だ。バッドエンディングですね、これは。ということは、さっきの部屋で誰も殺さないで出ていけばいいってことか。きっとそういうことだね。結局あの場で殺さなくても後から殺すのは同じことだよーってことね。殺すタイミングではないということね。じゃあここでこの記憶もいちいち見なくても多分いいっぽくて、いいですよ、いいですよ。で、こいつらも殺さずに、はい、準備はいいですよ。本当にいいです。はい。
前、でも行けてしまうという、なんでなんだろうね。まあ、ふーちゃんが作った世界だからってことなんでしょうけど。ここからトークが変わるでしょう。すべての人が幸せでありますようどうに。したの？急にどうした？あなたはまだ誰も殺していないよ。確かに。みんな、あなたが嫌いな人だったはずだよ。ねえ、本当は殺したいよ。どうして殺さないの？いくら憎くても殺すのに間違ってると思う。それは、きれい事じゃないの？まあ確かに。最後の一人しか、ここから脱出できないんだよ。みんなを殺さなきゃ、脱出できないんだよ。強めにふーちゃんが言ってる。ちょっと怖い。あなたは殺したかったはずだよ。嫌がらせをされて、悪口を言われて、死ぬほど辛かったはずだよ。そうやだで。から、殺してもいいんだよ。いいの？この世界では、殺すことが許されるんだよ。さあ、殺して。いや、ふーちゃんもやっぱ殺したい気持ちだったんかな。それでも私は殺すのは間違ってると思う。みんなそれぞれに正義があるから。誰が間違ってるとかそういうのはないと思うみんから。なが憎かったんじゃないの？今は復讐するチャンスなんだよ。復讐しても何も解決しないから。私はそれを受け入れて乗り越えようと思う。じゃあ、みんなでずっとこの世界で生き続けるの？それは嫌。この世界にとどまり続けるの？いえ、私は脱出した一い。人しか脱出できないんだよ。一人だよ。私はみんなと手をつないだ。ほら、みんな手をつないで。これで私たちはみんなで一人。体はたくさんでも心は一つ。私たちは全員でここから脱出したい。屁理屈だよ。それでもこれが私が出した答え。私だけの答え。私は一緒にいられないんだね。ふーちゃん、そうだね。でもそれは自業自得だよ。あなたが自分で自分の死を選んだんだから。現実から目を背けて楽な死を選んだ。死んでしまったらもう終わり。私は生き続けたいからあなたとは一緒になれない。私のこと嫌いなんだね。好きだよ。好きに決まってるじゃん。好きだったから辛かった。自殺したって聞いた時きっと私が一番辛かった。どうして死んじゃったの？私が自殺しないと誰もいじめと向き合おうとしない。誰も向き合わんかったが。あなたはずっといじめられたままだった。だから私が死んでみんなに気づかせたかったの。間違ってるよ。そんなことしたっていじめはなくならないよ。実際に今もなくなってねえしな。きっとしばらくしたらみんなすぐにいじめを再開するの。私たちは立ち向かわなきゃいけない。誰ともわからないこの巨大な存在と立ち向かわなきゃいけない。ここにいるみんなに一人一人正面から立ち向かって意見をぶつけて和解を目指さなきゃいけない。そんな大変なこと、あなたにできるの？やらなきゃいけない。そうしないと何も解決しないから。きっとずっと解決なんてできないかもしれない。それでも私は立ち向かい続けなければいけない。どうしてそんなに元気で強くいられるの？強くなんてないけど、大切な人を失った気持ちは誰よりもわかるはずだから。もう二度とそんなことが起こらないように、私が勇気を出して声を上げていくの。できるの？やるしかない。応援してるね。応援しかできないけど、ごめんね。本当は一緒に生きたかった。あなたはバカよ。辛かったら自殺してしまう。心の弱い腰抜け人間よ。でも忘れないから。あなたはいつまでもずっと私の一番大切な人だから。ありがとう。じゃあ私は消えるね。向こうでみんなと仲良くなれるといいね。どうなるんやろこれ。仲良くなる。え、待って。 ちょっと待ってね。これ何？これ、チェーンソーって入れた。そんな装備私は倒せないよ。どういうこと？ どういうこと？チェーンソー 992！ 何でもバラバラにする。見た目はただの包丁だが特別な思いが込め、伝説の包丁はダメ。そんな装備で大丈夫か？これいや999。え？嘘でしょ？
さよなら。ふーちゃん、普通はバラバラになった。おい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 、なんちゅうことすんじゃい。私は現実世界に戻った。思い出した、私は学校でいじめられていて辛くなって自殺してしまったんだ。でも辛い命は幸い命は助かったらしい。私いつものように学校に通った。あの世界にいたみんなは生きていた。あの世界での出来事は覚えていないみたいだった。私は相変わらずみんなにいじめられていた。でも今の自分はあの頃の私とは違う。いじめは良くないよ。いじめかっこ悪いよ。うるせえよ。私は何度も訴え続けよう。たとえどれだけ周りから攻撃されようとも、自分が正しいと思ったことを訴え続けよう。それが若くして亡くなったあの子へのたった一つの私にできることだと思うから、今は信じるしかない。この世界が変わっていくことを。きっとみんなが手を取り合う世の中になれば、こんな現実だって変わるかもしれないのだが、死ね死ねえ。いやもう変わってねえじゃねえか。これ何エンドよこれ。ノーマルかな。これがノーマルなら悲しいな。いや悲しいなっていうか、まあ納得か。トゥルーなんだ。はー、まあこれが現実だよと。現実とはこう書くも辛いものだよということなのか。いいな、ちょ、いや、もう一つでもあるよ。もう一つ。多分。これでさ、例えばさ、こいつを殺す。で、この、一人殺した状態だとどうなるのこれ。変わらず？いや、これがちょっと気になって。実はノーマルが一番いいエンドなんていうことはね、普通が一番っていう意味でね、もしかしたらね。まだ、殺せないよ。こんなの間違ってる、おかしいよ。嫌いな人を殺して、うん、何が悪いの？確かに。ここは確かにね、おかしい。私も許される世界なんだよ。どうして殺さないの？うん、確かに私ひどいことをされたけど、やっぱり殺すのは間違ってると思う。でも、もう何人かここで殺しちゃったよね。一人はやった、間違いなく。それは仕方なかった。私は人間だから完璧じゃないから。好きなものもあれば嫌いなものもある。正しいことも間違いも人それぞれ違う。ミスもするうち間違いもしてしまう。完璧なんてありえない。じゃあ私と完璧になりましょう。お、どういうこと？え、ここは私とあなただけの楽園になるの。うん、何もかもが許された、私とあなただけの世界。ここで共に永遠になりましょう。まあこれもね、言ってましたよね。あなたの子ずっと好きだった、ずっと一緒にいたかった、でずっと遊んでいたかった。でもこれでいいのかな。私は現実世界に戻らなくちゃいけない気がする。現実なんて、肉体なんて、つまらない縛りは捨てて、私と共に本当の幸福を求めましょう。ここにとどまるエンドか、もしかして。ここで一緒に暮らしましょう。ナコちゃん、私ずっと待ってたんだよ。ナコちゃんと一緒になれることをずっと夢見てたんだよ。そうだね、私もフーちゃんのことずっと考えてた。一緒になろう。お、なるんか。あ、なるんだ。ずっと一緒だよ。ずっと一緒だね。私は永遠にこの世界で生き続けることを決めた。もう現実へも戻らない。植物状態です。オート？意識はありません。そういうこと？もしかしたら意識を取り戻す可能性もありますが、いつになるかはわからない状態です。殺してください。おっと、母親。え、もう少し様子を見てはどうですか。殺してくださいって言うか。普通回復する可能性もありますし。あるんだ。無駄です。っていうかこいつ邪魔だったんです。さっさと殺してください。ひどい。親族の意思が優先されますよね。それでは残念ですが五輪銃です。いや、生命維持装置を切った的なこと。
いや、ノーマルも残酷だな、これ。ノーマルか、これ、そもそも。バッドエンド2とかなんじゃないのか、これ。やだな、これの、これがノーマルだったらやだな。アブノーマルですよ。グッドエンド。ノーマルとかじゃないんだ、表現はね。グッドエンド、これは。グッド。はい、ということで、まあ、トゥルーを引いた時点で、まあ、そういうことかと思いましたけども、まあ、難しいよね。ちょっと他にエンドがあるか教えてほしいとこだけど、これで全部だったのかな。まあなんかさ、やっぱ不完全燃焼でいいと思うんだ、俺は。これは。このゲームは特に。というのも、ね、やっぱいろんなことがさ、議論されているじゃないですか。いじめに関しては。で、未だにさ、頭のいい大人もいるだろうし、世の中には何人もね。で、頭の悪い奴らもいっぱいいるだろうし。まあ、そんな中でも、ずーっとなくならないんですよね。大昔から。現代に至るまで。何一つ変わっていない。これがね、人間の本性なんですよ。いじめ。いじめなきゃ生きていけない。まあ、ばかりではない。もちろん。ばかりではないし、まあ、奴らもやっぱいると。これもなくならない。一生なくならないんですよ。うん、まあ、これをだからいじめられる側はどういうふうに対処するのかっていうことをやっぱ考えるべきなのかなっていうところで、バッドエンドがやっぱ結局はバッドだけど一番の正解なのかなっていう気はしますけどね。うん、まあ、立ち向かおうっていうね、トゥルーのエンドも一見美しく見えるけど、立ち向かってなんとかできるっていうことはなんだろうな、ほとんどないんじゃないかなって思っちゃうんだよね。その場に留まるっていうことは。だっていきなりね、人間関係も環境も変わるわけじゃないですから。うん、人間なんかそうそう変わらないですよ、簡単には。うん、なので、まあそうなったら、まあ、まあ逃げるは恥だが役に立つみたいなことではないです。もう全然作品とは関係ないけど、こうね、逃げるが勝ちみたいなことですよ、結局は。うん、その場からいなくなってしまう。でも、それは尺だよね。でもね、あいつらが悪いのになんで私が、僕がいなくならなきゃいけないんだっていうことはあるとは思いますけども。まあ、そいつらがどういうふうな生き方をね、今後していくのかとかっていうこととか、まあ、恨みもね、もちろんありますよね。あるけど、まあ、どうしても復讐したいんだったら、頭のいい方法で復讐するしかないし、でもそういうことを繰り返していって、ね、結局、人の恨みや、いじめっていうのはなくならないから、どこかで自分で断ち切るっていう、そういう勇気というものなのか、それが分かりませんけども、うん、そういうのも断たなくてはいけないという、どうなんでしょうね。これが結構、うん、大きい問題だし、心の世界でもあるし、難しいよね。だから未だになくならない。はい、ということで、少しでもやはりね、この主人公のように主人公たちのように苦しい思いをしている人は一人で悩まず誰かに助けを求める、うん、助けてもらえないならもう何とかして逃げる、うん、賢くなるしかない、自分が賢くなるしかない、そういうふうに思います。といったところで、まあ僕も正解は分かりませんけども、うん、皆さんたくましくいきましょう。そういうことを教えてくれるゲームだったかもしれません。それではまた違う動画でお会いしましょう。したっけ。